高等学校の数学は教科書に従って勉強していくとかえって理論的な理解を妨げられてしまう。で、そういう側面があることを否定できません。その典型的な例が、例えばコサイン6乗、コサイン X6 乗、この定数規模を求めなさいという問題ですね。で、この問題を考えるためにより一般化したコサイン X の N 乗、それを X が0から2分の π まで、積分したもの。で、これを IN と置いて、IN についての全化式を立てなさいという問題が一番にヒントとして与えられているわけなんですが、なぜこの類の問題、コサイン X の6乗の定数規模を求めなさいという問題が難しいかというと、高等学校ではまずコサイン X の1乗の積分は何になりますかと。これやります。これは簡単で、微分してコサイン X になる関数はサインですね。で、これはだからサイン X。定数規模の X が0から2分の π であれば、サイン X の X イコール0と、X イコール2分の π の値。で、これ、代入したやつ引き算すればよい。で、こういうふうにやります。コサインの 1乗の場合はそう。コサインの2乗だったらどうすればいいかと。これ時にものすごい大きな困難がまず発生するんですね。微分してコサインの2乗になる関数、それ今まで私たち知ってる関数の中にあるかっていうと、なかなか見つけることできないわけです。で、教科書に、全ての教科書にと私は思いますが、書いてあるのはこれをですね、0から2分の π、コサインの2乗というのは2分の1の1プラスコサイン 2x、 半角の公式って、あるいは2倍角の公式って、でそれを利用してこいつをこう書き直す、こういうテクニックですね。で、これを使うともう2分の1の方は簡単に積分できる、2分の1コサイン 2x、 コサイン 2x の積分も簡単にできる。コサイン 2x の積分は微分してコサイン 2x になるわけですから、サイン 2x の半分、2分の1倍、こういうふうにできるわけです。で、2乗の場合はこういうふうにできた。じゃあ次に3乗の場合はどうなるのかっていうと、3倍角の公式を使えっていうのがあって、3倍角の公式使うとまたうまくいくんですね。で、2倍角の公式、3倍角の公式、そうすると次はコサインの4乗となるとどうなるか。コサイン4乗となったらば、まずコサインの2乗の2乗と思って2倍角の公式を、まあ、2回使う、あるいは半角の公式を2回使う、でこういうテクニックでやればよい。今言ったストーリーの流れの中でですね、どんな類乗の積分もできるというふうに思ってしまいがちなんですが、コサインの5乗 x ってこうなるとですね、5倍角の三角関数の公式って知りませんから、ここで、はたと困ってしまうわけですね。で、6乗になったらどうすればいいんだろう。また、ここで、悩んじゃう人はいるでしょう。で、しかし、実は、そのような半角の公式とか、あるいは2倍角の公式、あるいは3倍角の公式、これを使うという方がよほどテクニカルであって、理論的なアプローチとは言えないんですね。で、理論的にはどういうふうにアプローチしたらいいかというと、どんな整数 n に対しても、コサイン x の n 乗の定積分っていうのがあったならば、その時に使える公式があると。で、その使える公式で一つ表現するとこうなるということなんですが、この公式自身は証明は簡単でありまして、コサインの n 乗の積分というのをコサインの n-1 乗とコサインの1乗の積分と、で、こういうふうに分けて、考えてやります。で、そういうふうに分けて考えてやって、いわゆる部分積分法っていうのを用いてやる。で、そうすると、こちらを、積分する側に、これを、これを積分する側に、これを微分する側にやります。で、そうすると、コサインの n-1 乗 x の、これを積分する。そうすると sinx ですか。マイナスインテグラルの n マイナス1倍のコサインのマイナス1乗 x のマイナスサイン x かけるサイン x dx と、こういうふうに、これはまあ不定積分の範囲ですけど、
計算することに、これはもちろん言うまでもなく式はつながっているわけです。で、これはただの簡単な部分積分法ですね。で、これは定積分の場合にすると、x が0から2分の π してやると、このところが0から2分の π。これが0から2分の π って。で、こうなるだけの話です。で、ここのところに出てくるこの n-1 乗というのが0以上の整数の場合には、x に0を代入するとことが1。で、sinx が x が0の時は0。で、x が2分の π の時には、ここのところ、コサインの n、コサイン x の n-1 乗って、コサイン2分の π が0でありますから、この n-1 が0以上の、まあ、1以上の整数の方も明らかですかね。その場合はここが0になりますから、この定積分に関しては上端下端でそれぞれの因子が0になりますから、全体して0です。したがってこの後ろの方だけ考えればいいということになりますが、後ろの方だけを考えるとどうなるかというと、こいつが私たちの考えるべき IN というやつですね。で、こいつがどうなるかというと、スペースがないのでここを消してしまうと IN イコールマイナス、マイナスとこれマイナス、ここにマイナスがありますからプラスになって、で N マイナス1倍のコサイン x の n マイナス1乗とサインの2乗です。そのサインの2乗を1マイナスコサインの2乗というふうに直してやると、i の n 引く2、マイナス i の n と、こういうふうに変形することができるということですね。で、右辺にある n マイナス1倍の in、左辺に移行してやると n 倍の in。イコール n マイナス1倍の i の n 引く2と、こういうふうになるわけですね。で、ここで n が0でないの時は in が n 分の n マイナス 1i の n 引く2って、でこういうふうに、i の n が i の n 引く2を用いて表すことができる。で、n が0であるときにはこれ両辺を n で割るわけにいかないので、この式は有効でありませんが、私たちの問題では、n がまあ2以上の整数というふうに限定して、ここに右辺に出てくる i の n 引く2、この添え字がこの上の定義にも当てはまる、そういうような n の値の範囲で、この式が成り立つことを証明しなさい、というふうに、出題者が、親切に出してくれていますけれども、実はこの関係式っていうのは n が2以上で成り立つというだけではなくて、 n が1以下の時も成り立つ。ただし、その n が0の時にはこの式は使うことができないという、そういう弱点があるわけですね。それは両辺を n で割るという変形をしているからやむを得ないわけです。で、しかし n が2以上の場合であったとしても、この関係が成り立つということでもってですね、結局、i の6というのを知るためには、i の4が分かればいい。で、i の4を知るためには、i の2が分かればよい。i の2を知るためには、i の0が分かればよい。こういうふうにして、例えば i の6というのは、i の0に帰着するということが出てきます。で、同様にして、i の7っていうのを知るためには、i の7を知るために i の5が分かればいい。で、i の5を知るためには i の3が分かればいい。i の3を知るためには i の1が分かればよい。というふうにして、すべての0以上の整数 n に対して、in の系列がこの2系列であって、出発点にある i の0と i の1さえ分かれば、あとは全部分かる。こういう形になっている。こういうことを理解すれば、例えば i の2を求めるときに2倍角の公式を使う。i の3を求めるときに3倍角の公式を使う。というのがいかに馬鹿げたことであるか、明らかですね。で、もちろん不定積分の形を考えるときには話はもうちょっと複雑になるわけです。不定積分の場合には、さっきの定積分の場合に上端と下端を入れたら0になる。それはありがたいことが成り立たなくなりますから、不定積分の場合は若干面倒くさくなりますけれども、まあ本質的にはこれでできるということです。で、私たちの場合には
このコサインの6乗というのはまさにこの i の6ですから、 i の6というのは6分の5倍の i の4であると。で、i の4というのは4分の3倍の i の2であると。そしてしたがって、これは 6×4 の 5×3 倍の i の2ってこうなるわけですけど、 i の2が6、4の5、3の i の2が 2分の1の i の0とこういうふうになる。ですから全体としても見れば、分子は 5×3×1、分母は 6×4×2 かける i の0と。i の0というのは cosx の0乗、つまり定数関数1っていう関数を、x について0から2分の π まで積分するだけですから、 i の0は2分の π に等しいわけですね。2分の π。2分の π にちょうど階乗記号のようなものですね。ただ階乗記号と違って2ずつ飛んでますから、いわゆる階乗とは違うわけですけど、それに 6×4×2 分の 5×3×1 で、これをかけたものというふうになるわけで、この計算は初等的な小学校の掛け算、九九の問題に過ぎない、そういうことがわかるわけです。で、こういうふうに本当は一番最初のところから理論的にやれれば一番いいんですが、残念ながらこれ部分積分の技巧を使いますので、一般には部分積分の学習の前に済む置換積分の技巧でできる範囲の技巧だけをですね、こう力点を置いて教えてしまうことが多いわけです。もちろんそれも知ってて悪いことではないんですけれども、統一的に理解するっていう意味では、そういうこうアドホックな知識っていうのはあんまり役に立たないので、ちょっと理論的な話をいたしました。